皆さんこんにちは、タッグ通貫誌講座講師の貫です。よろしくお願いします。今回はタッグのですね、いわば一番メインの講座といえる総合本科生 S というコースがあります。この総合本科生 S のおすすめポイントについてね、手短にお伝えしていきたいと思います。でこちらに書きましたのはですね、別にどんな講座コースを取っていただくかにかかわらず、試験対策をしていくからにはどうしても意識すべきことを書きました。簡単に言うとインプットアウトプットなんですね。でインプットとは、試験に必要な知識を入れていくことでありまして、具体的には何らかのテキストあるいは講義、このような形ですね。こういうものを通じて、知識を入れていただくのはとても効率的ですね。特に講義を利用していただくと、あまり苦労せずにですね、重要なポイントが入っていくかと思います。通貫誌の試験はね、一つの特徴としてすべて専門知識だというところがあります。全部難しいわけではないんですよ、正直言いますとね。結構優しいところも多々あるのですけど、ただ少なくとも専門知識なんで、特に初めて学習される初学者の方、この初学者の方が多いんですけども、知らない話が多いわけですよね。で、あるいは通貫試験の勉強を何らかの形でしてるっていうのはあまりないんですよね。例えば法学部出身でしたとか言ってもね、通貫試験に出題されるような法律を普通大学で勉強したりもしません。だから言ってみればほとんど変わりありません。でそこへ持ってきて専門の話ばっかりですから、最初とっつきづらいわけですよね。その点、しっかりと講義を聞いて理解をしていただくとね、やりやすくなります。で、もう一つ、それ以上に重要とも言えるのがアウトプット。これは問題解きだとざっくり思ってください。まずは通貫誌試験の過去に出題された問題、過去問を解いたりね。で、実は講座の一つの売りでもあるんですが、ミニテストという形で、実は講義をやった次の回に復習テストのようなものをちょっとずつやっていくことになります。で、これがね、実はとても効果的なんでね。とにかく問題を解きます。さらには、総合 S のコースで言うと後半の方になってくるんですけどね。統連模試という形で、本試験と同じ科目形式で、回答時間も同じ、問題数とかも全て同じ形で、いわゆる模擬試験を実施します。直前統連という形で3回。さらには、公開模試が1回あるので、実際本試験4回分の練習が、実際できるんですけどもね。このコースでね。ただこのように問題を解く機会をね、できる限り早めに設けること。これが合格の秘訣で。で、矢印をしておりますけども、インプットをまず、これは最初に必要です。で、インプットをある程度やったら、すぐに問題解き。段階を踏んでね、最初は優しめの問題。だんだん難しくしていくんですけどね。これを常にリンクさせること。で、これは往復運動なんですよ。アウトプット問題解きをしました。万全の出来でした。これは文句なしですけど、なかなかそうもいかない。あれなんだっけといくつか間違えたとします。そこでまたテキストに帰って、そこで今度こそしっかり読むんです。で、これをもうとにかく繰り返す。これがもう唯一の合格の秘訣と言えると思います。で、総合本科生 S のクラスはですね、スタートが早いです。大体一番早いクラスだと11月、あるいは12月。11月、12月のスタートで、翌年10月、おそらく第一日曜日の試験に向けてね、ずっと続いていくコースです。で、その分ですね、期間を長めにとっておりますので、余裕があります。で、初学者の方が多いと言いましたけどもね、専門知識が多いとも言いました。最初がとっつきづらいわけですよ。この最初一番やりづらいところをゆっくり進めるので、いわば理想的なんですね。で、だんだん、内容もね、少しずつ細かくなってはいきますけども、その頃には皆さんの実力がゆっくり上がってきているところですから、一番自然に
力をつけていただける。これが総合本科生 S のコースの魅力です。で、最初にね、基本講義といったところ、まあ、入門というのがちょっとあるんですけども、そこで全体像をつかんだ上で、基本講義からスタートしていきます。で、皆さんはもし総合本科 S を受けていただく際にね、最初の基本講義の段階では、予習は全くいりません。効率悪いんでね、予習は全くいりませんので、ただ講義聞きに来てください。まあ、あるいは、通信のような形でね、ご自宅で、もちろん見ていただく場合もあると思います。それ、どっちでも同じことです。とにかく講義聞くだけ聞いてみると。で、あ、なんだ、大体そういう話だの、なのかっていうことが分かっていただけたらね、必ず復習をすること。いいですか？予習は全くいりませんが、復習は絶対にやってください。これだけお願いします。ね、復習をしないと効果がもう薄いです。で、何をやるかなんですけど、そこだけ話しますね。講義とりあえず聞きました。聞いていただきました。そして復習なんですが、テキストをざっと斜めに読みます。ざっとですよ。熟読しちゃダメですよ。斜め読みをしていただいて、すぐさま問題を解いてください。まあ、最初は過去問とかね、をやればいいと思います。で、次の講義の冒頭に、ね、前の回にやった内容のミニテストがもうあるので、それミニテストをしっかり、まあ毎回満点を狙ってくださいね。ミニテストは内容そんなに難しくない。前の講義をしっかり聞いていただければ十分に満点を狙える内容なんでね。で、もちろん間違ったらそこでまたチェックしておいて、さらに復習すればいいだけです。こういう講義復習、さらにはインプット、アウトプットを通じ、実力を高めていってくださいね。で、この総合本科 S はね、時期としても最初のうちは基本知識で優しい問題という形になっています。で、後へ進めば進むほどちょっと突っ込んだ知識を入れていただきつつ、さらに問題演習がだんだん増えていきますんで、一番自然な形で、本試験まで、まあ、走ることができると思います。ぜひこの総合本科 S でね、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。頑張ってくださいね。これで終わります。